はい、東松山インターのところから、国道254号線東松山市でございます。はい、皆様こんにちは。便利やハッピーの角の口です。10月25日月曜日、午前10時54分でございます。はい、道路の並木だんだん色づいてきてます。紅葉の葉っぱでございます。はい、上野本付近ですね。このあと高坂地区、高坂方面で、作業の方があります。今日はご覧の通り曇り空となっております。曇り時々晴れの予想なんですけど、晴れ間覗いてくれればいいなっていう希望期待ですを込めてのご案内でございます。東松山市現在16度でございます。最高気温の予想は19度。はい、湿度は 53% です。こっち左、丸裸になっちゃってますね。ちょっと寂しいですね。景観がちょっと悪くなっちゃって。はい、埼玉県は東松山市、国道254号線を走っております。スーパービバホームできましたね。ショッピングモール、あの東松山インターの近くにもあるんですけど、両方で営業してるんですね。牛丼屋さん2つ同じ場所にあります。右行くと、東松山警察署ですねって言って思い出したんですけど、結構まあ昔パチンコ屋さんいたんで体感機とかですね、ちょっと違法な、お客様いた、捕まえたっていうかまあ警察、まあいろいろ取り締まり、まあ私も管理者の方だったんで、責任者だったんで、取り調べですね、受けた記憶があります。長い時間、しかも、結構夜遅い時間まで。吉宗ですね、スロットの吉宗、体感機ちょっと結構流行ってたのがあったんで。まあ声をかけて、まあ一目散にお店の外出て逃げてったんですけど、ずっと逃げて、とか何百メートルか先畑の中で捕まえましたね。まあ、そういう記憶も17年18年前ぐらいですか。はい、東松山警察便利屋さん始めて、この署員の方、寮の方ですかね、まあ、あの不用品ご用命いただいたこともあります。もうだいぶ経ちましたが、まあ、道路整備されて綺麗になってますね。
走っております東松山市上野本産物直売所です、左側、はい、東武東上線ですね、走ってます。リバーサイドパークって書いてあります。8年ぐらい前はもう全然違いますね。綺麗になってます。ちょっと、予定時間ちょっと少し時間ありますので、駅の方をぐるっと回っていきます。高坂駅入り口、いやー、あの18年前はもう全然違いますね。あの田舎の駅っていう感じで、今はもうすっかり新しくなりました。車多いですね、こっちは対向車。東口です。この辺の 階段の下の向きはそのままですかね。こっち側な、何もなかったですね。砂利だったと思います。きれいになりました。はい、ということで高坂駅入り口交差点、ここまででご案内終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。